The School of Athens is one of the most famous frescoes by the Italian Renaissance artist Raphael Santi. It was painted between 1509 and 1511 as a part of Raphael's commission to decorate the rooms now known as the Stanze di Raffaello in the Apostolic Palace in the Vatican. The picture has long been seen as Raphaelo's masterpiece and the perfect embodiment of the classical spirit of the Renaissance. アテナイの学童は、イタリアのルネサンス時代のラファエロの最も有名なフレスコ画の一つです。バチカンの教皇宮殿の現在は、 ラファエロの間として知られている部屋にそれが飾られています。1509年から1511年に描かれたものです。この壁画はルネサンスの古典的精神を完璧に具現化したラファエロの傑作として長い間考えられています。広瀬林、浜松市ジャパン。ラファエロ・サンティモまた 1500年後のイエスの操り人形画家であったと私、林博士は判断しています。その証拠のいくつかが、このラファエロが描いたとされるアテネの学童の絵の中に残っています。それを今日、皆さんに紹介します。ラファエロは1510年、若干27歳の時に、この絵を完成しています。 で、このアテネの学童のこの部分に注意してください。ここに地球儀が描かれています。地球儀です。この絵も何とか修復されているようです。左が修復前の写真と思われます。右が修復後の写真と思われます。アフリカの部分を見比べていただくとわかりますように、微妙に色が違います。 でこの地球儀を検証してみます。下が写真です。全体としてみると大変正確に描かれているのがわかります。まあこのように正確正確に描いてあるということですね。1510年。 若干27歳のラファエロが描いた地球儀ですで。この赤い丸の部分ですけどもね、アフリカの左の方は大地のような感じですけど右の方は何かしら海のように見えますけども、私は砂漠化以前のアフリカではないかと判断しています。で、ニコラウス・コペルニクスが地動説を発表したのは1543年以後ですね。 死後に発表してくれという意思を残して、コペルニクスはこの世を去りました。で、その3、3年前にこの絵が描かれたということです。で、当時、地球球体説はなかったわけではありません。がしかし、発表できるようなまあ、社会的環境にはなかったことは事実ですね。コペルニクスが死後に自分の地動説を発表してくると言ったのが言ったのは、そういった理由によるものです。 でもう一度、ここが重要ですから確認してください。左上がラファエロの描いた地球儀です。右が実際の写真です。同じというわけではありませんけれども、正確に表現したるのが分かります。この赤い丸の部分ですね。で、この赤い丸の部分で、左の方はですね、何かしら海のようにも見えますけれども、私はこれは砂漠化以前の アフリカの様子ではないかと思います意思的にもそのようにかあの判断できますつまりこんなところまでラファエロは正確に描いているということですね断言はできませんけどもそのように判断できますで、地球儀の歴史について簡単に触れておきたいと思いますこれはドイツのマーチン・ベーハイムという人が作った地球儀です世界最初の 地球儀の模型と言われています。1495年から1507年ですね。ですから地球儀がなかったわけではありません。が、ここがポイントなんですね。ドイツにはあった。だからイタリアのラファエロがしていたはず。というふうに、まあ、結びつけることも可能だということですね。で、18年前にすでに 地球にはあったということになりますこうした世界地図も残っています。これはフラ・マウロの書いた地図です。世界最初の世界地図と言われています。面がラファエロの地図です。大変よく似てるところに注意してください。まあ、考えられるのはラファエロが左のですね、フラ・マウロの 世界地図を見てここのよううににいいたということにも,も,にもなります。しかし大変奇妙なことにラファエロの書いた地球儀はですね変円部で図が圧縮されていますそれ以後こうした世界地図がイタリア周辺でも発表されますそして年を追うごとにですね極めて完成度の高いものになっていきます、まあ、急速に進歩したということですね そういった時期であったとということにもなりますですからラファエロの書いたアテネの学童に地球儀があったから即それはということは言うことはできませんがその疑いは濃厚だということですねそこでこんな事実があることを私ハヤシュル氏は発見しましたこれはアンドレア・デル・ヴェロッキオです やはり1500年後のイエスの釣り人形であると私が証明した画家です。このヴェロッキョの肖像画の右下にはですね、このような絵が描かれています。直角定規です。なわち、アンドレア・デル・ヴェロッキョはフリーメイソンのメンバーであったことをこのような形で示しています。で、片や左の方はどうかということなんですね。左の方の人物に注意してください。 これがコンパスかどうかということははっきりしません。しかし、右の人物が直角定規を持っていたということは、左の人物もそのペアであるコンパスを持っていたと考えてもおかしくはありません。が、この絵だけでは判別できません。で、さらに調べてみます。この上部にはこのような人物が描かれています。この人物、見覚えがありますね。先ほどのアテネの学童の 左下の人物、なおち、この人物ですね。ピタゴラスです。ピタゴラスが音階の説明をしている絵と、私、林博士は判断しました。この人と全くポーズが同じなんですね。偶然の一致なのでしょうかそれともラファエロは、このアンドレア・デル・ベルキオの絵を真似して描いたというのでしょうか まあ今と違いましてね、まあ、こうした絵画を伝える情報手段というのが全くなかった時代のことですから、それもどう,もどうか考案の上判断してください。右がラファエロの絵です。左がアンドレア・デル・ベロッキオの肖像画の周りを飾っている絵です。で、今度はこの人物で比較しています。足を揃えて、 何やら考え込んでいる様子ですよね。で、同じ人物がやはりベロッキオの肖像画の向かって左側に描かれています。左右反転します。まそうしますと、ポーズが、ま、全く同じであることに皆さんもお気づきになると思います。手の位置、形も同じです。となりますと、 どう考えたらいいかということになるわけですね、まあ。一つ考えられるのは、ラファエロがアンドレア・デル・ベロッキオの肖像画の周りを飾っている絵を真似して描いたということになります。もう一つ、このアンドレア・デル・ベロッキオの肖像画を見てください。その周りにそうした絵が飾ってあるということですね。そして、ラファエロのアテネの学童の、いわゆるまあ中央、下ということになるわけですけれども、そこに二人の人物が描かれている。その人物と、 アンドレア・デル・ベルッキョの肖像画の周りを飾っている人物とのポーズが同じであるということですが、しかしその間には21年の年月が流れているということです。果たして、果たしてということになるわけですね、ラファエロはアンドレア・デル・ベルッキョの肖像画なるものをしていて、このような絵を描いたのでしょうか。 ここにいるのは誰かということですけども、ラファエルの絵の中ではこれはピタゴラスということになっています。そしてこの天井を見ていただきたいんですけども、まあ、こうしたところに画家の癖が出ているということですね。天井の天井と言いますか、まあ、このカモイですね、の描き方に注意してください。斜めにカットしてあって、それで何段にもなっていますね。まあ 合わせてみますと、ぴったりと重なるということです。まあこれもどう判断したらいいかってことになります。まあこういうことであれば、皆さんは偶然だというふうに考えられるかもしれません。え実は、2年前の2014年の6月に、私は同じような動画を発表しています。ラファエロの謎として、ラファエロの書いた地球儀を挙げています。 念のためにそれをもう一度ここで説明させてください。ラファエロの地球儀。まあ、私当初ですね、ラファエロの時代に地球儀があったのかどうかということに疑問を持ったわけです。それでこのような動画を作ったわけですけども、もう一度それを当時の視点から考えてみたいと思います。ここに地球儀が描かれています。 で、これがラファエルの書いた地球儀ですけども大変興味深いことにちょうどその中心がですね現在のエルサレムと一致します、まあ、地球海もこのように表現されていますただ海の部分が左上の方大きいのではないかというふうにも考えられます、まあ、この辺りがスペインですかねそして この部分ですね、この湾があって、そしてここの部分ですね、これがアフリカがずっとの内陸部まで海が入り込んでいるとも取れますし、まあ、明度差を書いてみますと、海ではなくて陸であることが分かります。ということは、先ほど見ましたように、砂漠化が進むアフリカですから、どんどんこう、まあ、宇宙から捉えらた写真の色が変わるわけですけども、 ひょっとしたら、ラファエロの時代には左の部分まで、左のねあの、アフリカの中部辺りまで緑が残っていたのではないかというふうに考えられます。が、現在は右のようになっていると、まあ、それようにも考えられるわけですね。ですから、あのアフリカの形がいびつということでもないわけですよね。で、ラファエロは、フェレンツェへ行きますと、最初にレオナルド・ダ・ヴィンチの門を叩きました。当初は レオナルド・ダ・ヴィンチの門下生であったということになりますけども、レオナルド・ダ・ヴィンチが1500年後のイエスの操り人形であったことを考え合わせますと、ラファエロもその中の一人ということになるわけですね。で、これがコペルニクスなんですけども、少し調べてみました。で、これは私が書いた本の一部ですけども、ほ来中国の、中国ではですね、皇帝大帝、ソモレースに、ソモですね、ゴウン大論編の中に書かれている。 まあ記述をですね解読しますとこのような地球が浮かんでくるということです。つまり中国にも地球球体説はあったということになります。by 林宏志説です。 e